清水サービスエリアは、フォルモサ高速航路のサービスエリア。中華民国の大中市清水区クレニガ八89号に、あり、起点となる、基金インターチェンジから 172km 地点に、位置する3番目のサービスエリアである。開業前の2002年より、南人志子企業が運営を担当していた。2008年9月より、新東洋の新東洋国道含務区が運営している。 上下線共用型サービスエリアであり、面積は138,380平方キロメートル。駐車場は小型車645両、大型車32両、連接バス33両、大型貨物車71両に加え、身体障害者用駐車スペース13両分を確保している。受付、観光案内、レストラン、売店、ATM、 公衆便所等を備えている。サービスエリア内には、風力発電、太陽光発電、展望台、サメを飼育する、水槽等の施設も設けられている。2020年1月より、3階の一角が、日本の高速道路会社であるネクスコ中日本のグループ企業で、サービスエリアやパーキングエリアの管理、運営をする中日本エクシスの運営となった。 高速航路含む区関助。中華民国交通部台湾区国土高速航路局。2015年7月19日閲覧。成長ほど。南等子企業国道含む区。2015年7月19日閲覧。企業遠隔。新東洋。2015年7月19日閲覧。国道清水含む区新東洋次手統一庁計画。 送信官病含務区。経済日報。2015年7月19日閲覧。環境名。清水含務区。2015年7月19日閲覧。AB。清水含務区。中華民国交通部台湾区国土高速航路局。2015年7月19日閲覧。主題姿。清水含務区。2015年7月19日閲覧。 ありがとうございます。